Welcome back! お帰りなさい。マレーシア在住歩くパワースポット代表ライトワーカーともです。では鳴らしていきます。天水さん、お帰りなさい。Good morning! Welcome back! お疲れ様です。では今日は天秤座さんへのメッセージで、神様からのメッセージをちょっといつもより短く、なんか10分くらいでメッセージを届けていきたいと思います。でね、ちょっとごめんなさい、なんか最近ね CM がね入るんですよ。今後ろでかけているのは私のドバイの波の音なんですけど、ちょっと待ってください。マレーシアでしょ。ちょっと待って、長い今回。なんか立て続けに入るときはすごく入るんですよ。ごめんなさい、失礼いたしました。はい、そうでね、なんか今日はこの神様からのメッセージ、これ日本に帰った時に龍神様の、これ同じシリーズなんですけど、ミニのやつ母がくれたので、こちらからメッセージをもらっていきます。読んでいくんですけど、まあ、ご存知の方は知ってると思うんですけど、私ちょっと漢字がね苦手で読めない時がございます。まあ、なるべく読めるようにするんですけど、ちょっと読み方とかが分かんなかったら間違えてたらごめんなさい、あらかじめ先に謝っておきます。はい、その時は許してください。よろしくお願いします。はい、では今日は天秤座さんです。で、後ろに飾ってあるのは、鎌倉のサスケ稲荷神社さんと川越の成田さんです。はい、稲荷で今日はやらせていただいております。よろしくお願いします。そして個人鑑定に来てくださった方、本当にありがとうございます。お会いできてよかったです。本当に嬉しかったです。気になる方はぜひ概要欄にリンクがありますので、 LINE のリンクがありますので、そちらからメッセージを送っていただければと思います。個人鑑定希望というふうにメッセージを送っていただけると、私が返信いたしますので、よろしくお願いします。そして応援いつもしてくださってる方、本当にありがとうございます。日に日にね、登録者数が増えております。再生時間とかも増えております。もうそろそろで収益化になりそうです。ありがとうございます。本当に感謝しております。皆さんのおかげでここまでやってこれておりますので、これからも応援していただけるようなメッセージを届けていきますので、よろしくお願いします。なんかね、たまにミスとかしちゃうけど、でもそういう自分も私許してるし大好きなんですよ。そうなんで、よろしくお願いします。はい、では今日は天秤座さんのこちら、いつものように3枚出してからもらっていきますね。最後にオラクルカードを、オラクルカードこちら読みます。はい、ではよろしくお願いします。天秤座さんです。いかがお過ごしですか。おおおお、ちょっと待って、止まんないよ。こちらです。あ、ごめんなさい。はい。そう、いかがお過ごしでしょうか。夏休みですよね、日本。あ、違う？まだ？分かんない、夏？マレーシアは結構ね、暑いです。私もね、いろいろなんか、マレーシアにいると旅行とか、すごい、東南アジアがすごい旅行が行きやすくって、なんかタイとかバリとかちょっと行きたいな、みたいな。どうでもいい情報ね、夏休み結構皆さんどっか行きますね。え、なんかせっかくだからね、なんかね、マレーシアとかもなんか結構おすすめです。マレーシアね、ご飯美味しいですよ。タイも美味しいけど、マレーシアも美味しいです。なんか私たまにインスタでご飯とか載っけるので、なんかよかったら参考にしてみてください。インスタも見てみてください。はい、ではもう2枚出していきます。せーの、2枚目。はい、では天秤座さんのメッセージ、こちらです。はい、出ました。はい、ちょっともらっていきます。なんかソードが2枚、天秤座さんでやってる。天秤座さん、ちょっと2枚想像ですね。
なんか考え込んでます大丈夫？なんかね、自分なんかちょっと自分の殻に閉じこもっているような感じがしていて、なんかそのなんだ、傷ついちゃったっていうよりは、なんか考え込んでる人がいる、考え込んでます。そうなので、なんかその考え込むのをなんか選べないっていう感じで、なんかどれにしよっかなみたいな感じで、なんかすごい悩んじゃってるけど、なんかそれはなんかあんまり悩まなくていいよみたいなことを言っていて、なんかその考えすぎてしまっていることとかは、なんかそこまで深く考えなくていいよみたいな、もしくはなんかそういうなんか心配事とか考えなくちゃいけないようなことはなんかもうそろそろ終わっていくよみたいな、もしなんかこうちょっと困難に当たってしまって、なんかちょっと頭を抱えてるような感じだったら、なんかそういうのももうそろそろ終わっていくよ、終わっていく兆しが見えてるよっていうふうに言われています。うん、でね、なんかこうあなたが何かをやろうとしようとして迷っているんだったら、自分の内側に聞いてねみたいな感じです、感じですとか、内側に聞いてねっていう風に言われています。そう、なんかこれがね、なんかさ、目を閉じてるんじゃないですか。そうで、なんか、まあ、お月様とか浄化の意味もあるんだけど、なんか自分と向き合うといいよっていう風に言われております。うん、そうするとなんかあなたが本当にやりたいこととか、もし迷ってるんだったらね、あなたがやりたいこととか、あなたが進んでいこうとする道が見えてくるよみたいな、なんかあくまでも他人の声じゃなくって、あなた自身の声を聞いてねっていう風に、ここではちょっとごめんなさいね、本当にすみません、なんか立て続けに入るとき本当に入るんですよ、すいません失礼しました。そう、なんかそう、あなたの内側が知ってるよみたいな、他人の意見ではなくって、あくまでもあなたがどうしたいのか、あなたがしたい方向に進んでいってねみたいな、そう、あんまりね深く悩まなくていいよみたいな感じで言われています。もしくはもうすごく悩んでたら、なんかもう一回疲れちゃったら、なんかや、なんだろう、諦めるじゃないけど、一回その考えるのをやめるといいよっていうふうに言われています。うん、一回やめてちょっと違うことを気分転換にやってみるといいよっていうふうに言われています。うん、とにかくなんかあんまり考え込まない方がいいっていうふうに言われています。うん、あくまでもあなたの内側、あなたの心はどうしたいかを知ってるんですよ。なんか基本的になんか、まあ、皆さんね、やりたいなっていうことは心の中、自分が一番よく知っていて、なんかこう周りのね意見とかガヤを聞いて一歩踏み出せなかったりとかすると思うので、なんかそういうのじゃなくて、自分自身の心、それが合ってるよっていう風に言われています。だからあんまりね悩まなくていいよっていう風に言われてます。でもうそろそろでそういうなんか嫌な時期とかも終わっていくよっていう風に言われています。ではこちらから最後、天秤座さんへのメッセージをもらっていきます。ちょっと待ってねなんかすいません、なんか CM が入ってしまってごめんなさい、コントロールできないんですよこれはすいません、許してください。あ、こちらが出ました。何でしょう。これは金精神というんですか。すごいなんか陰と陽って感じ。ちょっと待ってくださいね。これね、番号がね振ってないからさ、ちょっと探すのに時間がかかるかも。ちょっと待ってね。どこかな。どこだどこだどこだ、あ、42ページ、42 42、金星神でいいのかな、これ合ってるかな、ちょっと読み方間違えてたらごめんなさい。はい、いよいよ生み出す時が来た。陰と陽が結び合い新たなる世界が生まれる。おお、なんかやっぱ陰と陽だね明るくおおらかであれ、
内なるものを高く、内なるものを高らかに歌い上げ解放せよ。あ、ちょっとさシンクロしてるね。楽しさと喜びこそが本質なり、あなたが生み出すものはますます繁栄するだろうということです。新しいものを生み出すとか、聖なる結合とか肉体の解放とか繁栄っていう意味があるそうです。はい、なのでやっぱりちょっとシンクロしてますね。あの解放せよっていうところがちょっとシンクロしていますね。ちょっとね、あのやっぱり考えすぎない方がいいっていうことですね。うん、必ずあなたはそう反映していくので、それは心配いらないよっていうふうに言われています。あのどうしたいかはやっぱり自分が知ってるので、自分の心に聞いてみると答えが見つかるよっていうふうに言われています。もしね、まだもっと詳しく知りたいなっていう方はぜひ個人鑑定に遊びに来てください。あの遊びに来てくださいっていうか、あの来ていただけると、もっと深くどうしたらいいのかっていうのを、あのパーソナル的に、あの個人的に、あのちゃんとアドバイスができるので、あのよかったら概要欄から LINE のリンクがありますので、そちらにメッセージをお願いします。はい、お会いできることを楽しみにしています。では今日も天秤座さんのメッセージはこちらになりました。今日も天秤座さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。では今日も天秤座さんにとって、とってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。では応援していただけるようなメッセージをこれからも届けていきますので、よろしくお願いします。ではお仕事いってらっしゃい。そしてお仕事だった方はお疲れ様でした。 Thank you so much for watching. バイバイ。 Wonderful day. バイバイ。